これでいいのか？マインクラフト。注意。この動画はマイクラを読むのめんどいので、あとは自分で読んでね。金だ。どうしたの？いつもより元気ないよ。いつもなら金とか出てきたら喜んでたじゃない。金よりダイヤが欲しい。あ、そうそう。この動画は前回の続きです。風車型ブランチマイニングで、ダイヤ100個を手に入れることが目標です。もちろんダイヤ以外の鉱石も採掘していきますよ。前回を見ていない人は、ぜひそちらからご視聴ください。多分、その方が今回の動画は楽しめます。なんだろう、ダイヤが出てくると安心する。今までだったら、100%、ダイヤだー、って感じだったんですけど、ダイヤの大量採掘をし続けると、あれ、ダイヤ出てこない、と、どうしよう。あ、出てきた。よかったー、という感じになります。とうとう穴の掘りすぎが、精神にまで影響を及ぼしてしまったよ。動画的にもよろしくないなー。穴を掘る様子は前回でやったし、ダイヤを発見するシーンだけをずっと流し続けても、視聴者の方が飽きてしまうに違いない。なんとかしてこの動画を盛り上げなければならない。どうしようかなー。困ったね。生着替えとかやれば盛り上がるけどねー。何それ？制限時間内に水着に着替えるんだけどね。時間切れになるとカーテンが下に落ちちゃうんだ。制限時間内に着れないと裸を見られちゃうんだ。そんなもん絶対やらないからね。裸なんて映したら放送事故になるから、そんなの絶対映さないんだけどね。見れないとわかっていてもなぜか見ちゃうんだよね。男って生き物は。そんなので視聴率稼ごうとするな。それじゃあ、ニトリの水泳教室とかはどうかな。泳げるようになりたい人と、それ以外の人が動画を見てくれると思うよ。それ以外って何なのよ。っていうか、マイクラネタで動画を盛り上げなさいよ。そうだな。ダイヤの採掘ではない動画を途中に挟もう。今回の動画は、ダイヤの採掘プラス、小ネタって感じでいこう。前回はブランチマイニングの方法とかを、きっちり説明したクソ真面目な動画だったけど、意味あり。今回は緩い感じでいこうかな。そうそう、チャンネル登録者数が、2万人を突破しました。いつもご視聴ありがとうございます。私の活躍のおかげだね。そうだね。そんな大活躍を見せてくれたニトリから。いや、そんなに活躍してないってば。そんな謙虚にならなくてもいいんだよ。いやいや。このシリーズの主人公とも言えるニトリから。いや、主人公じゃないって。視聴者の皆様へお礼があります。え？ちょっと、そんな話聞いてないよ。2万人突破のお礼に、ニトリから視聴者へのサービスが。いや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 、無茶ぶりとかやめてよ。ちょっとセクシーな。ないです。ちょっとおだてれば気が緩むかと思ったんだが。気が緩んでも私のサービスシーンとかやらないから。仕方ないなぁ、代役を探さないと。ダイヤだけに代役、なんてね、はは。こういうところでツッコミを入れてくれないと、まるで僕がすごく滑ったみたいになるじゃないか。ありのままの状況を視聴者に伝えただけだよ。いかん、そろそろ尺稼ぎが苦しくなってきた。ここらで別の動画を流そうか。
はい、終了。これ以上は危ないんでダメです。なんなのよ、今のは。ふぅ。これで尺を少し稼げた。あのさ、今回ずっとこんな感じで行くわけ？聞いてる？ダイヤは順調に集まってるよ。そんなこと聞いとらんわ。牛さん、お乳を絞らせておくれ。テクニシャンになりたいんだ。いや、牛乳が欲しいんだ。その角度じゃおっぱいが見えないってば。なんとか後ろに回り込んで。見えた。で、こっち向かなくていいから。今がチャンス。あ、あっち向いちゃった。ターゲットロックオン。よし。牛乳確保。お母さんの愛情がたっぷり詰まったミルク。お父さんの立派なキノコ。そして、息子さんのたくましいキノコ。親子の愛情がたっぷり詰まった、幸せ家族の、キノコシチュー。あれ？キノコシチューできない。あ、牛乳がいらなかったのか。てっきりシチューだから牛乳いるのかと思ってた。なるほど、キノコシチューは男同士の熱い絆。はい、終了。くっそどうでもいい動画。なぜ今さらキノコシチューを動画にしたのよ。初めてキノコシチュー作ったのはいいけどさ、こんなもんどこで使えばいいのかさっぱりだ。また動画の在庫処分か。使い道に困ったから今回で使ったのね。穴掘りに疲れたら、ウサギと戯れる。あ、ごめん。人参持ってくるの忘れちゃった。今度持ってきてあげるね。高いところに登らないように柵で囲っておいた。あれ、整地した？湧き潰しなう。うわぁ。廃校見つけちゃった。すごい、この島にも廃校があるのか。いやぁ。今の僕には探索する元気はない。絶対迷うし。高さがY イコール15か。前見つけた廃校よりも深いところにあるね。廃校ってこんな下まであるんだね。どれくらい大きい廃校なんだろう。まあ、気が向いたら探索してみよう。ダイヤ掘りの続きだ。どんどん掘っていこう。ウサギかわいいな。畑の人参全部食べちゃったのか。この食いしん坊め。仕方ない、ニトリの代わりに、後で畑に人参を植えておこう。さて、僕のウサギたちにも餌をあげないとね。こっちにも人参畑を作っておいてよかった。十分すぎるほどの人参を収穫できるぞ。おい、ウサギちゃんたち。ご飯だよー。いやあ、熱烈大歓迎ですなー。ウサギウェーブだよ。ほらほら、君たちの大好きな人参だぞー。みんな集まれー。早い者勝ちだぞー。ウサギが全方向からタックルしてくる。元気いっぱいだね。視界がウサギで埋め尽くされる。みんなついておいでー。そっちにいるウサギたちもおいでー。これ以上じらしちゃかわいそうだ。ほら、お食べお食べ。いい食いっぷりだ。頑張って人参を育てた甲斐があるってもんよ。一回の餌やりで、人参64本は確実になくなる。ウサギが多すぎるせいで、足音がすごいことになってる。タイム、好きなだけイチャコラするといい。ここはウサギの楽園じゃ。ベッドにちょこんと乗ったチビウサギが、超可愛いのです。中には超能力を使える、テレポートウサギも存在するみたいです。一瞬で移動した。確実に100羽以上はいるな。ウサギがこっちを見てて可愛いのです。こんにちは。穴を掘って、目線をウサギに合わせる。君たちのために、頑張って整地したんだよ。君たちはいつも高いところから飛び降りるからねー。うっはぁー。ウサギに顔踏まれる。
ちょっと荒ぶりすぎじゃないですかねー。人参に興奮しすぎだよ。あらま、おちびさんたちが穴に入ってきた。かわいい。月とうさぎ、満月だったらバッチリだった。さて、もうそろそろ寝ますか。みんな集まって、寝る時間だよー。そっちにいる君たち、もう夜だからベッドに来なさい。ウサギが多すぎてベッドを右クリックできない。こらこら、もう寝る時間だから興奮しないの。もうちょっと落ち着きなさい。くそー、人参を持ったまま寝たいんだけどなー。ウサギに人参を与えずにベッドをクリックできるか？無理でした。何やってんのよ。金を掘ってます。違う、そうじゃない。あんなに増やしてどうすんのよ。ある程度増えたらフェンスを取り除いて、のに話そうと思う。ウサギを増やしてウサギ島にしたいとか言ってたけど、増やしすぎだよ。いいじゃないか。可愛いから。ひとまず掘るのはここで終了。おお、やっと終わったのか。僕がどれくらい掘ったのかを見せてあげよう。レッドストーンの数を数えてほしい。正方形の角にあるレッドストーンの数を数えていくよ。これで何周掘ったのかを数えられるよ。では行きます。ここで終了。ということで、17周掘りました。いやー、頑張った頑張った。それで、肝心のダイヤの数は？これからダイヤ鉱石を幸運のツルハシで砕いていくよ。ってことは、まだ何個かは分かってないってこと？そういうこと。でも穴掘りをやめたってことは、ダイヤが100個以上になる自信があるってこと？あるよ。確実に100個以上になる。17周がどれくらいの広さかというと、これくらい。松明の光が風車だ。本当だ。これはすごい。結果発表だ。幸運のツルハシを使うぞ。久しぶりにスカイタワーを見上げた気がする。長らくこのタワーには登っていない。なんでこんなところにいるの？普通にツルハシで砕いたって面白くないから、ちょっとしたパフォーマンスをやるぞ。パフォーマンス？え、まさか？こんなに高いところに来るのは久しぶりだ。ということで、ダイヤ鉱石を105個採掘しました。鉱石を？鉱石が100個以上あるから、ダイヤモンド100個以上は確定だよ。なんてこったい。今手元にあるダイヤ4個は、間違ってシルクタッチではなく、幸運のツルハシで掘ってしまった時に手に入れたものだ。さあ、お楽しみタイムだ。
計で237個だー。目標の倍以上っていうか、倍以上なら作業時間半分以下で済んだでしょうが。今回の採掘で効率よく掘ることの重要性を学んだよ。今回の採掘で結局あんたは無計画ってのを学んだよ。その他の結果はこちら。いやー、いっぱい取れたねー。鉄が鉄インゴットになっているのは、ツルハシを修理するための経験値を得るために、かまどで精錬したためです。鉱石で採掘すると、どの鉱石がどれくらい出るのかが比較しやすいですね。ラピスラズリ鉱石って結構少ないんですね。まあ、一個の鉱石からたくさん取れるから何も問題はないですね。あと、やっぱりエメラルドは少なかった。こんなに少ないもんなのでしょうかね。ただいま、大収穫だった。これでしばらくはブランチマイニングはやらなくても良さそう。とか言いつつ不必要でもやりそう。僕のお宝ボックスにダイヤが。ムッフ。あれ？まだダイヤ鉱石があるよ。って90個もあるじゃない。ああ、これ、こっちの島で集めた分だ。ってことはダイヤが400個以上あるってこと？え？ああ、そうなるね。いつものことだけどさ。そんなに集めてどうすんのよー。よかったらチャンネル登録してね。宝石ではなく、標本としてのダイヤモンドなら持ってます。前の動画もよかったら見てね。